していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。死神坊ちゃんと黒メイド、作画がくっそ上手だし、恋愛ものが好きな人向けにチューニングされている感じの作品。内容は、直接触れたものを問答無用でガメをべらさせる呪い持ちの書斎みたいな奴が主人公。こいつのことを慕うメイドの女がメインヒロインで、主にこの主人公とメイドのラブコメをたしなむという感じの漫画。いい戦略だなって思う部分は主人公はメイドに触れることが制約によってできないので、いつまで経っても接触がたイチャコラができないので、長期連載の流れに乗れれば結構な関数連載できる感じがべね。一部の読者が、仮に進展を望んだとしても、それは制約があってできなんですよごめんなさいねってできるのぜ。シナリオがラブコメが好きな男子向けの作品に仕上がっていると思うし、メイドさんも男子好みの海外しい感じのつくし系の美人に仕上がっているので男子好みだと思うし、テンプレがとてもよくできているラブコメ漫画、盲目の織姫は高級で皇帝との恋を紡ぐ、高級もの作品。高級ものってのはどういったジャンルかというと中世チャイナっぽい世界で王政を敷いている世界で王族のハーレムを舞台に、メインヒロインの主人公が主に高級っていう女の園の問題解決をしつつ、イケメソの王子様とか王様と恋愛をたしなむって漫画なのぜ。この漫画はナロー系における異世界チートオレツエイ系の女性向け作品って感じで、オレツエイ系って例えばスライムの能力だったり、錬金術みたいなチートをもらってオレツエイするんだけど、この高級ものは主人公が医者だったり、元グリーンベレーだったりといった感じの有能で、その有能が医療知識を使って問題解決するとかそんな感じの作品です。初心者向けというのは、例えば、コウモリですが最強ですとか、そんな感じで、ワンピースの能力者よろしく、なんか能力者を作ってあとはもうナロー系のテンプレができているから、テンプレに合わせてその糸使いとかゴムゴムの能力者をオレツエイさせればいいだけって部分で、この高級ものも、例えば医者だったり、ペットトリマーだったり、美容家みたいな感じにして、テンプレのある高級もののシナリオに沿ってシナリオを作れば、大抵読める作品になるから初心者向けなのぜ。でこの漫画の主人公の能力は、盲目ゆえに耳がくっそいいって能力者で、その能力を使って目が見える人が見落とす問題を解決するってシナリオになります。老人で裁き、源兵衛で刺すのぜ。シナリオは高級で超絶有能な旗織りをしている盲目の女がメインヒロイン。こいつがなんやかんやあって高級で発生した幽霊騒ぎの事件を解決してしまったことと、器量が良いことが災いして皇帝の目に留まってしまいうざがらみをされつつも、安寧のために高級で発生した事件の問題解決をする探偵役を始めるという漫画。漫画としてよくできている部分はしっかり高級もののテンプレ、手におわができているし、作画もお上手で読みやすいのでスラスラ読める。めっちゃ召喚された剣。とても香ばしい感じの中二欲がこれでもかと入った慎み深い作品。この漫画はガチでキャラデザというか、振る舞いも含めて、突き抜けて中二病って感じの、キャラクターしててガチでいいのぜ。同級生のお遊戯会を見る気恥ずかしさとかか一般的な中二戦闘力の高い作品だとしたら、この漫画は親友のお遊戯会を見る恥ずかしさがあるガチでいい作品なのぜ。すんばらしのぜ。内容は、魂が恋という中に住める前回の設定によって、異世界召喚されてもすぐに別の異世界召喚されるというネタを持つ中二さんが主人公。この中二様が M 回目の異世界召喚によって100個とかそんな感じのチート特典をもらった後になんやかんやあって、巻き込まれて異世界転生シナリオの世界に異世界転移、そこからそのシナリオの異世界で中二を披露してくれるというすんばらし漫画。服装のデザインといい、眼帯といい、パーペキだし、2020年のナロー系に出てくる中二決めてる残念なヒロインとかを生温かく見るという。そういうのが痛いの分かってますよってネタが差し込まれるわけではなく、そういったキャラデザを周りが一切の違和感も感じず進行するという部分が大変慎み深いく、モルトベーネの一言、あんこに染み渡るいいキャラデザというか、一番初めにコードギアスを見た時の、うわぁ、この主人公エグいわーって感じの、すっごくいい作品なのぜ。ここまで、クラシックなわっこいわっこいを表現できる作品って、2020年ではだいぶ消えちゃったから、大変おありがたいです。何がすんばらしって、ヴァンパイアだったり影を操る能力、昼間は能力弱体化とか、もうね、中二の好きな好物をしっかりわかってらっしゃるって感じだし、主人公の圧倒的強者感の表現がすんばらしの一言で、ここからネタバレ？主人公の教育係に任命された真面目くんに対して、お前すごくいいよ最高のヒロインだみたいな上から目線で、尊大な感じのセリフ回しが、暗号は静かにする感じでべね。こいつはチートもらったから尊大な振る舞いできるだけで、陰キャの小女性がチートもらって生きてる感じがすんごくいいのぜ。
すっごくいいのぜ。こいつはチートもらったから生きれるだけで、チートがなかったらただの社会不適合者だし、現代世界ではこういう尖った社会不適合者は速攻底辺域だからね。社会不適合者に生きにくい世界が高度に発展した現代社会なのぜ。で、誰もが社会不適合者になれる因子を持っているから、ナロー系を処方されると気持ちが落ち着くのぜ。王女があなたのように強くなりたかったってシーンがあるんだけど、これがいい感じのミスリーディングで、主人公は運よくチートをもらったから圧倒的強者を演じれるんだよね。片や、非凡な才能を必死に努力した王女と比較すると、この主人公は同じ土俵になんか立てない、ラッキーマンって存在なだけで、何お前、努力してきた人に対して、何の努力もしていないチートもらって生きてる奴が説教してるの？って感じですっごくいいんだよね。シナリオが本当にあんこが痺れる。ただただこの生きりが気持ちよくなるようにできてるシナリオてんこ盛りで、本当にすんばらしい。2020年とか、ちょっともうコードギアスみたいなのは作れないよって時代にこの漫画を読むと、懐かしさとあの頃感じた気恥ずかしさを体験できる、そんな素敵漫画。ここからネタバレ？みたいなのかわからないけど、前半のチャブ台返しをする部分までは結構面白いのぜ。ただその後、主人公に差したる目的とか背景、境遇がないから、ハンターハンターに憧れてチャブ台返しをしたけど、風呂敷の畳み方がわからないって感じで、主人公にそこに至る背景と境遇が不足しているから行動がブレブレだし、お前それして何がしたいの？っていう感じ。チャブ台返しが一通り終わるまではすっごいわっこいわっこいに溢れている漫画です。異世界転生スラム街からの成り上がり採取や漁をしてご飯食べてスローライフするんだ。大変よくできた幼稚系 AK ナロー系作品。内容が地味なので作画担当は普通の能力の作画担当がついているし、多分アニメ化まではいかないが読みやすい。シナリオはなんやかんやあって、流民の貧民からスタートしたショタが主人公。このショタがひょんなことから前世の記憶と鑑定魔法に目覚めたことから、前世の知識を使って商売を始めつつ、貧民街の生活、体質改善を始める等感じの作品。メジャーな領地経営ものは大体初期スポーン地点が領主のミソッカスとかからスタートしてクズ村をもらって領地経営を始めたりするので、管理者という権限持ちなため領地改善は簡単だが、この漫画の場合管理者ではなく一般ユーザーからのスタートなためできることは限られており、何かを始めようとしてもお願いするしかないので、シナリオを作るのは難しめという感じなので、物語としてテンプレしていないので読んでて新鮮で面白いし、少しずつ街が発展していく過程はシムシティとか都市開発ものが好きならという感じのシナリオ。ちなみに、ナロー系では黒髪、黒目の人間、いわゆるモンゴロイドがレア人族という設定なのだが、これはさすがナロー系発祥の地、ジパングというだけあって、ジパング人を気持ちよくさせる作りになっている部分はお上手。単純に、レアキャラって希少価値が高いからチヤホヤされやすいから、それだけで圧倒的大多数であるモンゴロイドなジパング人の読み手を気持ちよくさせる作りなのぜ。で、このレアかどうか？ってぶっちゃけほとんどの場合は相対的なものでしかないから、例えば、AB 型ってジパングだと希少でレアなんだけど、別の国だとほぼ AB 型ばかりだったり、B 型ばかりだったりするので、その国にとっては AB 型なんか希少価値がない、とかなんで、単純にほぼモンゴロイドしかいないジパングだと、コーカソイドとか、レアキャラのパツキンブルーアイズホワイトドラゴンに憧れるよね。ってだけね、人種のるつぼであるニューヨークとかに行ったら、ほとんど全ての人種がレアキャラだから、別にって感じなのぜ。ハズレスキルガチャで追放された俺は、わがまま幼馴染を絶縁し覚醒する万能チートスキルをゲットして、目指せ楽楽最強スローライフ。内容はガチャなるチートスキルをスキルガチャで手に入れていることが確定している貴族の男が主人公。この漫画のシナリオはちょっと設定が複雑？であり、まずこの主人公はうざがらみする暴力系ヒロインが婚約者として存在することを辟易しているという設定。さらにはなんやかんやあって家族との確執が存在する貴族という設定なので、家族からリンチされたりして育つとかそんな感じ。次にその世界は人間族だけが優越的地位を獲得して牛耳っている展開と、モンスターや上界から追い出された人たちが住んでいる下界が存在する。なんやかんやあってスキルのお披露目に失敗した主人公はテンプレ通りにモンスターの存在する下界に放置く。そこでレベリングをしつつ、ゴブリンやワウルフといった人たちの長になって、そいつらの課題を解決しつつ、刺客を返り討ちにするという感じの漫画。この漫画はナロー系として、そこまで面白い作品ではないので、今から言うことは無粋というか、障子の隅を用事でほじくる行為だが、文明が衰退した？みたいな設定の抱えなのに。
通にスケスケスケで服があったりグラサンがあったり、立派な民家があったと思えば他の種族はブーマーみたいな文明度だったりと時代がめちゃくちゃなちゃんぽん。一応、史跡の継承がされないからそうなったって設定の説明があるのぜ。とまあ、用事でこじくる行為をしたが、この漫画が電車内の暇つぶしにちょうど良いクオリティの作品なので、細けいツッコミをするのは不遂。大抵のコミカライズしないナロー系作品なんてそんなもんなのぜ。でもほとんど誰もがそんなもんからスタートして発表するから伸びるのぜ。そうやって発表して才能を伸ばすことでそんなもんから少しずつ面白いって思える作品にこなれてくることもあります。